はい、今日もあなたと役所天国、本日は5月の29、水曜日ですね。5月もあと29、30、31で終わりですな。はい、ということでね、何してるかって言います。はい、じゃがいもを掘ってますね。じゃがいも掘り、新じゃがでございますね。はい、始まりました。まあ今年はね、もう見てね、もらったら分かると思う。本当に今年はちょっとね、なかなか難しいですね。おそらくね、30年オーガニック農業やってきてますけど、もしかしたら今年一番ダメかもね。正直ね、やっぱこっち西日本だとね、なんかちょっとまずいなと思うと、もうガクンとこう収量が落ちるんですよね。で、こういうことってやっぱなかなかね、関東時代、私は研修から含めてね、関東でずっとやってきまして、やっぱりじゃがいもができないって、まあ収量が多少多い少ないっていうのはね、もちろんあるんですよね。だけどこうなんかね、やばいぞっていうことって基本的にはないですよね。でもそれがこうやってね、まあ今年ナスがね、また今年も不作ということもありますし、本当にね、やっぱり難しいですね。はい、改めてね、難しい、やっぱり土地柄っていうかね。なるほどな。だからまあね、こういったあれですけど、そんなにね、大規模なオーガニック農家ってやっぱこの辺にやっぱ見かけないっていうのは、そりゃじゃがいもができないってなるとね、厳しいですよねっていうのと同じでね、やっぱなかなか、だから本当にね、関東の農家さんは恵まれてるんですよということをね、改めてまあこの畑はね、本当にほぼ1年目なのでできないだろうと思いつつね、でも他に使いようがないのでね、だからまあ大根でちょっと様子見て、まあまあだったんでね、芋ができるかと思ってね、他に ないんですよ。もう3年目に入ってきてね、もう完全に一軍の畑は本当に少ないので、よいしょ、ちょっと厳しいですね。なのでこの間の畑ね、一生懸命堆肥入れてね、ちょっと土作りかからんと厳しいなということでございます。ちょっとね、収量も厳しい感じなのは、こうやってね、掘ってもら、ある程度経験がある人だったら分かると思うんですけど、痛み重いね。ここのとこ雨が多かったですからね、ちょいと収量も少ないですよね。当たり前ですけど、病気も多いし、マルチをしててもこれぐらいね、雨が多いとね、しけるわけですから、マルチやらんとえらいことになるんでね、もう全部多分痛みで腐ってしまうね、ということでございます。30年やってきて、こう人生の残りの最後のところはこう手で掘ってるっていうね普通逆じゃんって、年取ったらね、機械掘りをしたいわけですけど、売っちゃったからね。だけど正直ね、もう規模的にね、機械で掘るほどのあれでもないですよ。今日も一気にこうやって 3,4 列ね、掘っちゃいますんで、コツが分かってる人があればね、別に長さ 3,40m のところも1列30分ぐらいで掘れるんですよ、これね。種も 100kg 程度だったら全然ね、手で掘れますんで、まあ今更ね、もう昔みたいにね、50万確かね、芋掘り機ね、トラクターの後ろにつける引っ付けるやつで50万、確か俺57万で買った気がするんですけどね、今もし頼んだらおそらく倍ですからね、100万かかるわけでしょ。今更しね、100万、まあ中古でね、同じやつを2、30万で調達できればいいですけど、もういいかなって感じですね。里芋はだってうちはほら、その場に置いといて掘りながら出荷してくるので、昔と違って貯蔵庫に一気に入れなくていいでしょう。となるとジャガイモだけなんですよね、ほぼ使うのはね。と考えるとそんなに使う頻度がないかなという感じでね、まあもうちょっと様子見ながらですね、まあもうちょっとね、もしかしたら収量も増やしていくかもしれませんしね、作る量をね、種も100キロから200キロぐらいまで、まあでもしばらくは、来年はね、
100袋ぐらいね。今年だいたい何株だっけ、1000株ぐらいね、種芋100キロだとだいたい1000株ぐらい植えるんですけど、そのうちの一部ね、100株から200株は袋栽培ね、ハウスの中で麻袋の中にね土入れて種芋を差し込むというタイプでね、でハウスの中置いとけばね、多分4月5月には4月の終わりぐらいにうまくすればね、ハウス密閉状態にしてね、保温しながら作ればいいんじゃないのかなと思ってますんで、じゃがいももね、じゃがいも掘りって何かっていうと皆さん何だと思います？飽きるかどうかなんですよ。これずっとやってるとね飽きてくるので、精神が破綻するかどうかっていう、その辺はねポイントになってきますね。だから精神が破綻する前にね、じゃがいも掘りやめないと、スーパーに並んであるじゃがいもを見てね、どっか放り投げたりね、そういうような非常に不可思議な非現実的なことをやる人がやっぱり出てきちゃうんでね、いや俺だけですけど。もうじゃがいもは見たくないとかね、もうこれ以上俺は掘るのは嫌なんだとか叫びながらね、スーパーのじゃがいも袋を放り投げてる人がいたら、それは多分もしかしたら俺かもしれないですよね。本日未明、イオングループ内のスーパーにおいて、特に新じゃがを中心としてね、新じゃが袋を店内にて破棄したり、何か意味不明なことをわめき散らしながらいる人を従業員が発見、現行犯逮捕されました。もう俺はこれ以上ジャガイモは嫌なんだなどと意味不明なことを言っている模様、引き続き取り調べを続けている状況でございますね。え、あ、痛いです。これはだんだんね、やっぱり足腰にきますし、足がつってくるんですよね。今日水曜日でほら週末ね関東行ったりしたのでね、ちょっと疲れが溜まって水曜日に出てきやすいんですよやっぱね。まあ これ見てもらったら分かると思うんですけど、こう形だとかね、まあまあじゃないですか。だからこう窒素分はねそんなに入ってないので、ね、窒素分が入ってるともっと病気とかね多いんですよ。その辺はね肌を見ればねなんとか分かりますけど、ちょっとまあ、ね、病気出てますけど、ホレイコに入れればね仮死状態になるので、それで一旦ね痛みとか、あ、まあもちろん伝播していくことはありませんので、仮死状態に一回なりますから。土をこうやってね、じゃがいもって掘るというよりこういう風にしてね、ショベルカーみたいにね自分の手をこういう風にして土をこうやってどかしていけば全然難しくない。こうやって掘るんじゃなくて、こうやって今ここにこれあるでしょ、ということはここにじゃがいもが待ってるので、このここのラインとここのラインを一回こうやってどかすんですよ。そうするとここにあるじゃないですか。なのでこうやってね手をこういう風に入れて持ち上げれば、ほらね、そんなにね、じゃがいもってね1株でね1キロ以上あれば結構収量が多い方なんですね。少なくともね、オーガニック栽培とかね、自然農みたいに肥料入れずに作るとね、500グラムから700グラムぐらいなんですよね、1株ね。観光栽培であると多分1株 1.5 キロとかね、2キロとかになるとは思うんですけど、がっつりね、土寄せすると収量上がりますけど、家庭菜園でどうですか、平均1キロいったらそこそこですよ。そう思ってね、肥料とか入れないとやっぱり500とか700グラムになっちゃうんで、はい、今日はね管理機ね、さつまいもの今月末できるだけね、あ、もしかしたら明日とか明後日ぐらいにねさつまいもの苗刺したりしたくて、それで畝立てをこうやってやったら管理機がね
壊れちゃいましてね、ベルトが中で多分切れたりなんかわかんないですけど、なのでね、管理機を修理に出そうとしたら、今度はトラクターがね、トラクターの爪が1本飛んじまってねやっぱこっちは石が多いせいかね、トラクターの後ろを跳ね上げたらね、爪がポロンって1本こらもう悪夢ですよ皆さん、爪がコロンと落ちてきてね、どういうこと、つい何ヶ月か前ですよね、俺があの爪交換したのはね、ちゃんとあのボルト締めてんのかって、ボルトはもう見当たらなかったですっ飛んでたと思うんで、ちゃんとボルト締めてんのかと思って持ってったらね、なんか申し訳なさそうな感じでね、すぐにあの付けて書いてはくれたんですけど、一応申し訳なさそうな顔はしてくれたんですけど、田舎ですからね金を取られることはないと思うんですけど、管理機の方は金で取られると思うんですけどね、やっぱりこっちはさ石が多かったりするので、やっぱり爪交換の頻度がね、関東の時は成田で13年いて爪交換したの1回ですよ、1回ね、多分20年やってたら本当に1回か2回ですよ、やっぱ10年に1回ぐらいなのかなっていう感じですよね。あんまり詰めない方がいいので、こうやってね、じゃがいもやりながらね、こうやって日に当ててね、乾かしておくとだいぶいいです。まあこのままね、洗いもせずにこのままあの泥付きのままホレコに入れちゃえば、1年経つと下に落ちますんで、まあ下に結構あの土とか砂溜まるんですけど、おお、これ忘れてる。よいしょ。はい、ということで、まあ撮影はここまでしようか。よいしょ。ってことでね、まあまあ、頑張ってね、今週あるいはまあ来週とかね、ちょっと梅雨があるので、今日はねいい天気ですけど、もしかしたらね、あの一緒になんか芋掘ってくれる人募集するかもですので、ちょっとまたあの興味ある人ね、手伝ってもいいよと思ってる人がいたら、ちょっとあのこまめに動画見ておいてください。またあの今週末の土曜日来てくださいとかってね、別にそんな何百人もいらないので、一人二人でもいいのでね、こうやって一人で掘ってるとね、私も精神的に破綻してきますので、いやそれは俺だけなんですけどね、どうですか皆さん、もうジャガイモ見たくないとね、あのスーパーに行って新ジャガを見たら、やっぱり俺と一緒にね、こうやってあの新ジャガの袋を見たら、こうやって店内で放り投げようとする衝動を経験してみたいなっていう人はね、連絡いただければと思いますはいはい、ということで2024年のジャガイモ掘りがね始まりました。はいはい、それではまた。